ここに来るといつもパンのいい香りに包まれますけれども。ありがとうございます。本当にたくさん種類がありますね。そうですね、大体な70〜80種類ぐらいは揃えておりますね。なるほど。その中でもお店の方で売りにしているパンとかってあったりしますか？そうですね、最近喫茶店さん、カフェの、お店の方がですね、結構食パンをサンドイッチにしたいとか、モーニングにしたいとかで結構予約とか一気に買われるお客さんがいるんで、結構人気かなと思います。食パン一つとっても種類が結構ありますよね。そうですね、もうハード系から食感が全て違うんで、シンプルだからこそもその素材の味がよくわかりますね。そうですね。またちょっと個人的にはフランスパンもすごく充実していて、どれも美味しそうだなと思ったんですが、フランスパンも結構人気で、これもイタリアンのお店の方も結構使われてるんで、レトロバゲット、これは1日寝かしてるんで数に限りがあるんですけれども、小麦の香りがすごいいいと思います。フランスパンもやっぱりそれぞれ食感だったり味だったり違うわけですね。そうですね、もうこれからちょっと寒くなってきたんでね、またシチューやらチーズフォンデュやら、またそのスライスしてね、うちにあるオリーブオイルと岩塩と合わせて違った食べ方もできると思うんで、おしゃれですね。そうですね。そして季節柄ということで、10月はハロウィンがありますが、可愛いパンが登場してますね。そうですね、昨日ちょっと急遽、お化けのパンを作りました。はい、これはお化けの可愛い顔の形して並んでますけれども、お化けの中は何が入ってるんですか？チョコが入ってますね。もうお子さん大好きですね。お子様向けですね。ちょっとなんかこう表情も一個一個違ってて可愛いですね。そうですね、この生地自体がですね、食パンの生地になってまして、ゆだね食パン、うちの当店人気のゆだね食パン、もっちりした感じなんで、ふわふわした感じのお化けになってます。そしてもう一つスタートしたばかりのパンがあるんですよね。はい、渋皮栗を丸ごと1個使ったデニッシュですね。はい、やっぱり秋といえば栗は外せませんね。外せませんね。これ本当僕おすすめなんですけど、ちょっと金額がね高めになってますけど、もう栗使ってますからね。贅沢に。そうですね、おすすめです。デザートとかちょっと手土産とかにも良さそうですね。はい、はい、またお隣のスイートポテトのパンも美味しそうですね。これすごい土日とかすごい人気で、出した瞬間になくなってしまうパターンもあるんで。そうなんですね。ちょっと見つけた方はぜひ手に取って食べてみていただきたいですね。そうですね、はい、やっぱりこういうこちらのヘルメスさんっていうのは季節のものだったりとか、ちょっとこう遊び心あふれるパンみたいなのがよく登場するんですか？よく登場しますね。僕の気まぐれっていうか、いろいろもう登場するんで、お客様をね飽きさせないような感じでちょっと展開していってるんで、いつ来てもちょっと楽しいかなと思います。ちょっと常連さんが来てもこう新鮮な気持ちでお買い物できるお店ですね。はい、大丈夫です。それではこちらのヘルメスさんの営業時間と定休日教えてください。営業時間は朝の8時から夜の20時まで、定休日はですね、正月の 1、2、3 のみだけですね。お食事、おやつと、もういろんなシーンで食べていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。